人類学者として、また人口学者として、世界中の統計を扱ってきたトッドさん。数々の予言の根拠となるのは、詳細でユニークなデータの読み込みです。40-50% des jeunes qui font des études supérieures. En Chine, la proportion n'est encore que de 6%. 2016年の秋、トッドさんは激動の世界について語ります。来たるアメリカ大統領選挙。アメリカを揺るがすトランプ現象、それは白人中間層による革命なのです。イギリス離脱で揺れる EU はどこへ向かうのか。 EU はまるで監獄、そしてドイツが看守です。多くの国が EU を出たいと思っています。そして覇権主義を強めていると言われる中国についても。中国は内部から崩壊へと向かう恐れがあります。世界が注目するエマニュエル・トッドさんの徹底インタビューです。